ハイタイグスヨーチューガナミラワネダンザタカラヤイビータサレグトゥウニゲスタビラということで、今日は私ね、髪型にだんだん飽きてきたんですね。髪型って言っても坊主じゃんって感じなんですけど、私めの母親がなんか髪の毛がわーってなってもうシュシュつかないとか言ってる時に、これすごい楽だからおすすめだよこの髪型って言ったら、ねえそれで髪型って言わないでって言われたんですけど、一応髪生えてますからしてと思ったんですが、金髪坊主は私は基本的に自分の中ではお気に入りなんですね。ただすぐ髪の毛生えちゃうからこうやって黒くなっちゃうわけですよ。で毎回ブリーチかけてるとさすがに頭皮が焼けて、そのうち髪の毛も生えてこなくなるような気がしまして、金髪をまず維持するのが大変だから、もっと楽な方法ないかなと思って、とりあえず6ミリでいつも剃ってました。まあ買ってましたけど6ミリで、それをもうちょっと短くしてみようかなって。だから多分この金髪の部分はおそらく消え売りますね。うん、このね中途半端加減がすごい嫌なんですよ。もう短いなら短いで痛いし、長いならってもう長い髪型もやるような気力がないです。伸ばす気力がない。まずは6ミリにして、その後さらに短くしてみようという今日は挑戦の、坊主が坊主を極める段階にいると思っているので、はい、なのでゆたしくね。ではまず6ミリ狩りから参ります。始めます。これまず6ミリです。案の定黒くなりました。本当に金髪の部分が取れてってる。わっ、もうだいぶただの坊主になりましたね。ほんと黒々としてただの坊主になっちゃった。かすかに残ってる。なんでこれやだ。 OK、 はい、ひとまずこれ6ミリ剃りました。まあ6ミリはねもうすでに経験済みなんで、金髪の時にさらにこのミリ数を小さくしてみたいなと思うので、少々お付き合いください。ミリ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 6ミリ9ミリ12ミリ15ミリあ3ミリ、もう3ミリの世界に入ってしまおうかな。挑戦してなんぼだと思うし、こういうものってやってみないとわからないと思うんですね。で髪なんてすぐ生えてくるんですよ。そんな髪がないからって悲観することじゃないんで、3ミリで一瞬ちょっと剃ってみますね。ちょっと3ミリの世界を味わおうと。あー、わかったわかった、結構薄くなる。ちょっと3ミリいきます。では3ミリに挑戦したいと思います。6ミリから3ミリに行くっていうのはね、3ミリも髪の毛がさらに短くなるっていうのに、私の中では最短記録ですね。すっきり、イエーイイエーイイエーイ。下脱したね、いよいよ。チクチク感は半端ないです。どうでしょうかこれ。へいへいほーということで3ミリやりましたね。どうでしょうか、すっごく良くないですかこれ。すっごく楽なんで、夏はあの坊主をおすすめします。あの坊主になって気がつくことなんですけど、まあもう初めて坊主にした時からもう気がついてたんですけど、髪の毛にどれだけの時間を割いているんだろうっていうことですね。自分というものの存在が何なのかってすごく感じる時があるんですね。髪の毛を刈るとすごくなんか自然に戻るような感じがするんですよね。不思議
なことに。私めは中学生ぐらいからね、なんか自分って何なんだろうって、他の人たちは将来儲けられる仕事に就くためにはっていう考え方をしていた。私の周りは弁護士か医者かみたいな。私はそういう実質的なことを考えたことなかったな。なんとなく踊りっていうのは自分の寂しさとかそういうものを埋めているものだったので、私はダンサーにじゃあなろうかなって思ったんですけど、できることに執着がないんです。なんかもう髪の毛というものに執着しているのも嫌になっちゃって、疲れるんですよね髪の毛のこと考えるの。だって誰も見てないもん。髪の毛があるっていうのは社会的な表示の一部だと思うんですね。社会の中で生きていくのに模範というものがあると思うんです。ある程度日本人だったらこういうような髪型、こういうような形、こういうような格好みたいなものがあって、ある程度はきちんと模範でいるっていうことっていうのは社会性だと思うんですけど、私はちょっと疲れました。だからって別に悲観もしてないんですよ。私は悲観していなくて、いや生きるって途方もないことなんですよね、きっと。そう感じますね。ただ私がやるべきことは何なのかって言ったら、もう本当に自分がダメになるまで表現を続けていくってことだと思うので、誰かによってそれが左右されることではない。社会がどう変わろうと、私は私のやることをやって死んでいくだけなので、もう自分が勝手にインプットしてきたり勝手に植え付けられてるそういう社会的常識とか社会性、自分が感じて自分がインプットしたものっていうのは本当の道しるべだと思うんですけれども、これが小さい頃からこの社会、この環境の中に生きてることによって、例えばみんなが同じようなチャンネルを見ていたり、そういう情報が少なかったり、またそれが操作されていたり、今の時代だったら印象操作とかそういう流れてくる情報が全て権力のある方によって情報操作されてるっていうことがあるじゃないですか。そういうものがある中で、じゃあ何を信じるんだって言ったら、もう私はほぼ世間のことなんて信じられなくなってきましたね。お金のある人に有利な社会になっていき、権力のある人が金を儲けていくような国、ちょっと独裁的な風潮もあると思うし、誰も信用できないと思います。偉い人の誰も信用できないと思ってるし、じゃあ誰を信用したらいいのって。結局人は一人で生きていけないので、誰かと気の合う人と時間を共にしていかなきゃいけないんですけれども、とにかく私はもう社会性とかそういう一般常識とかですね、そういうそこに操作されてそこに染まっていくっていうことが本当になんか危ういなと思ったので、自分の目で見て自分の肌で感じて、で自分が得たものを自分で実行していくのみです。人によく思われようとか人がどうこう言おうと、私は私だってすごい感じるようになりました。国民がバカになればなるほど、気がつかずに染まってくれれば染まるほど、上のものに従えば従うほど、事故を出さずに与えられたものだけをやっている、そういう機械人間を増やすっていうことがものすごくある一部の人の得意になっていくっていうことだと思うから、模範的なことはやめました。模範的ではなかったですね最初から。ただね、金髪坊主の時なぜかわかんないんですけど、とても絡まれそうになりました。いろんなヤンキー系の方々に、中年ぐらいの、とても柄の悪い、なんか目つきも悪い感じの方たちにっていう目で見られたり、なんかコンビニ入ってったらってやられたり、なんか意味がわかんないと思ってって顔して通り過ぎましたけど、なのでまあこっちの方が安全だと思う、3人の方が。ということで、いろいろ語ってしまいましたが、私今後も自分なりに表現みたいなものをしていきつつ、そういうものを、まあ、語り合える方々と出会っていきたいなと思います。今後とも坊主頭の段座お宝をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。